生ファイズルラヨビチスルタノフは旧ソ連出身のウズベク人ピアニスト。姓が示すように中央アジアの有力なムスリム主張の家系に生まれるが、両親はヨーロッパ文化に馴染んだプロの音楽家だった。4歳から地元でピアノを学び、後にモスクワで研鑽を積む。1985年チャイコフスキーコンクールでは手の故障により第二次予選後の危険を余儀なくされたが、 1989年、バンクライバーン国際ピアノコンクールでは優勝者となり、一躍その名を世界に知らしめた。その後、1995年ショパン国際ピアノコンクールで第2位を受賞して来日を果たし、東京他でリサイタルを行った。1999年のエリザベート国際音楽コンクール。 1998年のチャイコフスキーコンクールに挑戦するが落選した。1991年にモスクワ音楽院時代の同窓生と結婚。その後に渡米し、テキサス州に移住。2004年にアメリカ国籍取得。2001年に転倒による脳卒中の発射に倒れ、硬膜下血腫除去のために緊急手術を受ける。しかし、 左半身麻痺によって演奏家生命は絶たれ、長いリハビリ生活を続けるも、ついに舞台復帰は叶なわなかった。2005年フォートワースの自宅にて、死去、35歳。1999年のピアノ部門は、4月25日から5月29日まで、約5週間にわたって行われた。www.music.co.jp MCJ 2020年2月1日閲覧。吉澤・ビルヘルム、ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書高特書、2006年2月10日、65ページ、ISBN4 から7872から 7208X。ありがとうございます。